まあそうです、毎日面会にも来てますので、遠いとこに。もう欠かさず来てくれて、差し入れも毎日してくれて、まあ、そこはやっぱ感謝してるんで。ご両親は？あ、まあ、お母さんとお父さんは、まあ、たまに来てましたね。まあ、刑務所入ったら、まあ、来てもらわない方が、あれは。だってもしかしたらね、もう、まあ、そうですね、気軽に行ける。そうですね、遠いんで多分。そうだね。いや、3年入る、3年ぐらい入るけど、待っててくれるかどうかっていうのを。待ちません。待ちません。待ちます。あります。難しいです。はい。じゃあね。あれ、そうですね。寝起き？あ、寝起きっす、寝起きっす。声があれでした。大丈夫。来ましたのは加古川駅からですね、電車で、一駅ぐらいの日岡というですね駅がありまして、そこから徒歩、20分以内っていうところですかね、こちらになります。加古川刑務所来ました。コメント欄にですね、視聴者さんの方から友人がですね出所するということなんで、自分がちょっといろいろ家庭もありつつ、山口県の方にいらして迎えに行けないと、幼なじみらしいんですが、もし、一人で出ることになったら、寂しいんじゃないかと、代わりにですねちょっとこう迎えに行ってほしいと、出所日が、手紙のやり取りの方で分かってまして、おそらく、まあ、この日に出てくるんじゃないかということで、来ております。ここで、またですね今からですね出所してくる元受刑者さんにですね、突撃インタビューを行い、謝罪初日をですね密着できたらなと思っております。で、今一番何を食べたいですかという聞いて、出所の日も取材できたらなと思っております。大体8時半ぐらいなんで、ちょっとここで待ってみたいと思います。今日はですね、もう言葉遣いとか音も立てれないし、部屋でもう代弁もできないと、もうルールめちゃくちゃあるみたいで、泊まりで来て2日間ですか？そうそうそう、2日、昨日今日面会して泊まりがけで来て、その交通費あの負担っていうか減るんで、なんかランクが1個上がって、面会が
3回できるようになったんですよ。はいはいはい。前までは2回です。ああ1回ですね。そうです。だからどんどん上がるらしいんですよ。まあ、とりあえず今3回できるようになって、そうするとまた1回2回3回ってこういくのあれなんですよ。ああ、どのくらいできそうですかと。多分前回の動画でも話したと思うんですけど、3年の2ヶ月になって、でもその仮借とか含めたら今12月の28日、大体1年半ぐらいですね。あと1年か。1年半ぐらいで出てくるとは言ってますね。令和6年の9月か8月ぐらいに出てくるんですね。どんな感じでした？なんか言ってました？あれ僕なんか、はあ、辛いことは、あ、とりあえず事情言ってますけど、今日面会して聞いてくれたんですか？あ、聞いてきました。ああ、はい、うん、そのそうですね、雑居になってからやっぱりなんですか、顔色が全然違ったんで、まあ、明らかに元気なくてどうしたんって聞いたら、やっぱりもう言葉遣いとか音も立てれないし、部屋で代弁もできないみたいな、もうルールめちゃくちゃあるみたいで、誰かに喋りかけるとか、うん、何々さんよろしいでしょうかとか、あ、喋りかけるときにまず言わないといけない、言わなきゃいけなくて、もうラーメンもすすれないとか、覚悟はできてるってことか。まあ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 、もう行くしかないんで、とりあえず行って早めに。じゃあ、あんだけ帰る前、ラーメン美味しそうに食べてたけど、今は美味しそうに食べれないですね。すすれないんで。うるさいとかって言われるのかな。いや、でもそうっすよ。先に入ってるその、まあ、もう一番偉い。この人がもう言うことは絶対になっちゃう。そうそうそう。もう一番下がやる仕事を、晒仕事っていうらしいですね。あ、晒仕事ね。そうです、そうです、そうです。布団を畳んだりとか。大先輩のも？そうです。そういう雑用みたいなことはやるってことだよね。そうですね、そうですね。うわ、代々受け継がれてるみたいな。え、きつくないですか？いや、きついですよ。うんこする時間決められるって、まあ、もし自分が仮に入ったのを想像した時に、いや絶対逆らうなと思ったんですけど、いや入ってみないと分かんないよってやっぱ言われてるんで、やっぱ逆らっちゃうと、やっぱり工場とかも移動して、やっぱその監視もグルなんで、期間が伸びたりとか、雑居の多さがこう言ったら、はい、それによってこう動かされちゃうみたいなことがやっぱある、はい、まああるみたいですね。少年刑務所で子供だからそういうことしてるみたいな、若いしみたいな。そう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 、だから見え張りが結構多いんじゃないですか。お兄さんって今何されてるんでしたっけ。今普通にあれ自営業してます。建築板金のやつで。そうそうそう、そうだね、自営業も自分が社長としてやってる感じなんですか。あ、そうです、一応家族経営で。アルボル君と